采配とは監督の出す指示のことで、ピッチャー交代などの選手起用から送りバントやエンドランの指示といった作戦まで全選手を操り試合の根幹を成すものです。特に重要な局面ではその試合の勝敗を分けると言っても過言ではない重要なものになり、失敗すれば監督は全面的に試合の責任を負わされます。例えば近年の某関西球団にはなぜか不調のピッチャーを毎試合リリーフで投入して逆転されたり、バリバリの状況でスクイズを強行して当然のごとく失敗し敗戦したりと、シーズンを通して狂気の沙汰ともいえる数々の名采配で多くの白星を消し、3年連続 A クラスだったチームは1年目から見事 B クラスに沈没。マスコミ、ファンからフルボッコにされた監督もいました。そのように采配ミスで監督が叩かれる例は挙げればキリがないほどありますが、今回紹介するのは神采配。その大胆かつユーモラスな采配が見事的中しチームを勝利に導いた事例を4つ紹介したいと思います。巨人原監督、代打桑田。監督として3度政権を握っている原辰徳監督、監督歴14年でリーグ優勝9回、日本一3回、第2回 WBC でも日本代表を率いて優勝した名監督ですが、就任直後から幾度も型破りな奇策を決行し、たびたび球界内で賛否両論を巻き起こしています。最近でも敗戦処理に野手増田を登板させるといったメジャーで主流の作戦を取ったり、カウント2ボール2ストライクからピッチャー交代を命じたりなどの謎采配に始まり、内野5人シフトや先発ピッチャーを3回で下ろすなど失敗した采配も多くあります。しかし2003年の退任以後、2度監督に舞い戻ってくるほどその手腕が評価されている原監督。失敗し叩かれることもある一方で、成功し見事勝利を手繰り寄せた名采配も数多くあります。今回は時折語られるあの起用を紹介します。2002年の横浜スタジアムで行われた横浜戦、巨人は1点リードの9回裏に追いつかれ延長戦を戦う羽目になりました。そして迎えた延長11回表、先頭松井がフォアボールで出塁、次の打順はピッチャーなので当然代打を出す場面です。ベンチには清原和博も控える中で、原監督が代打に抜擢したのはなんとピッチャーの桑田。常識ではありえないこの起用にもちろん球場は騒然となりました。そして打席で桑田は初球バントの構えを見せます。送りバントと見た横浜のファースト、サードが猛ダッシュで前進。それを見た桑田はバットを引き、なんとバスター。ストレートを捉えた打球は空いていた三遊間を破りレフト前ヒットになり、見事采配的中となりました。チャンスを広げた巨人は元木の送りバント、西清水の連続タイムリーで勝ち越し、試合は5対3で勝利しました。この起用について試合後、原監督は思いつきじゃない、バスターをやらせたらチームでもトップクラス、桑田も行く気が十分だったと、決してギャンブル采配ではなかったと語っています。確かに控え野手3人は、清原は足の状態が万全ではなく無理に走らせ悪化させると困る、鈴木はバントが苦手だし、キャッチャーの小田はアクシデントに備えて残しておきたい状況でした。それに加え桑田は抜群の野球センスの持ち主で、高校時代には当時歴代2位である甲子園通算6ホームランの記録も保持しており、バッティングにはもともと定評のある選手でした。プロ入り後も打率2割を超えた年が12回、3割超えが2回と普通に野手レベルの成績を残しており、解説者に桑田に代打を出すなら桑田より打てる打者をと言わせるほどで、もしかすると大谷翔平より先に二刀流が可能だった選手かもしれません。しかしそんな状況でも野球の常識からするとピッチャーを代打に出すのは狂気の沙汰で、当時からたびたび奇抜な作戦を実行してきた型破りな原監督だったからこそ実現した采配といえます。当時原監督の奇策が的中したと言われていましたが、実はバスター自体は桑田が独断でやったものと2020年桑田本人が明かしています。原監督はお前の野球センスに任せるとだけ言ったそうです。なお原監督はこの采配について、対戦相手横浜の森監督に失礼だったのではないかと気になり夜眠れなかったそう。翌朝目覚めると真っ先に朝刊で森監督のコメントを探したようです。中日落合監督、病交代劇。選手時代にプロ野球史上唯一3度の三冠王に輝いた落合監督は、就任8年間でリーグ優勝4回、日本シリーズ出場5回、日本一1回、そして全ての年で A クラス入りという歴代の中日監督で最高の成績を残しました。あくまでも勝ちにこだわる落合野球を野球ファンに強く印象付けた試合が2007年日本ハムとの日本シリーズでの出来事です。落合博満監督のもとレギュラーシーズン2位から日本シリーズへ進出した中日は3勝1敗と日本一に王手をかけていた試合で、先発山井がなんと8回まで1人のランナーも出さないパーフェクトピッチングを披露していました。
このまま9回も抑えればプロ野球史上初完全試合での日本一達成ということになり、この日のお客さんは一生分の運を使い切ったと思っていたに違いありません。球数も86球と少なく完投ペースで、誰もが山井続投を疑わず、球場では山井コールが鳴り響くほどでした。しかし9回に落合監督が送り出したピッチャーはなんと岩瀬。球場からは悲鳴やため息が聞こえる異様な雰囲気となりました。そんな中、岩瀬は見事3人で抑え、53年ぶり日本一、さらには日本シリーズ史上初の継投による完全試合達成という偉業も記録されたのです。非常におめでたい結果となった一方で、大半のマスコミの報道はこの落合采配の是非を問う内容でした。球界 OB の反応も、阪神岡田彰布、ソフトバンク大貞治当時の両監督らはこの決断に賛同する一方で、張本勲、野村克也両氏は否定的な意見を述べているように、意見は真っ二つです。しかし中日のレギュラーシーズン78勝のうち、岩瀬は61試合に登板し43セーブを挙げている紛れもない最強クローザーです。また日本シリーズという舞台で1対0の接戦、終盤には山井の球威が落ちていたこと、この試合を落とせば次は敵地札幌ドームだったことなどから、谷繁、荒木をはじめとするチームメートもこの采配に誰一人として異論を唱えていません。落合監督も、あの場面はね、何があっても変えますよ、最後は岩瀬です、3年連続40セーブのピッチャーですよ、一番間違いがないでしょと当たり前のように語っていますが、実際完全試合中のピッチャーを躊躇なく交代する決断など誰もができる所業ではありません。実際プロ野球 OB の立場で言えば、山井の完全試合を見たかったとも語っています。非常とも取れる采配ですが、先にも述べたよう、8年間でリーグ優勝4回日本一1回の黄金期を作り上げた落合監督の野球がこの采配に集約されていると言えます。山井も9回は岩瀬さん、後悔はしていないと後に語っていますが、オフの契約更改時に降板料として200万円を上積みされたそうです。なお山井はこの6年後、正真正銘のノーヒットノーランを達成しています。ソフトバンク工藤監督、偽装スクイズ。就任6年で3度のリーグ優勝と5度の日本一を達成しているソフトバンク工藤監督、もはや疑う余地のないその手腕でチームの指揮を取っていますが、その神采配ぶりを象徴する試合が2019年巨人との日本シリーズ第1戦でのことです。3対1のリードで迎えた7回の攻撃、一子三塁のチャンスの場面で工藤監督は代打長谷川を送ります。長谷川はこの年のクライマックスシリーズで内川の代打で決勝打を放つなど起用に応え大活躍でした。それを知っているヤフオクドームのファンからは大歓声が沸き起こります。しかし巨人ベンチが左打者長谷川に対し左ピッチャーに交代を告げると、なんと工藤監督は代打の代打に川島を送りました。これには球場中がびっくり。スクイズを警戒させられた巨人バッテリーがフォアボールを出すと、自打者牧原のところでまたも工藤監督が仕掛けます。初球牧原にバントの構えをさせますが、バットを引かせ三塁ランナー周東もスタートせず、一塁ランナーだけが走る作戦を取りました。そう、偽装スクイズです。これに成功し、ランナー二塁三塁と一打二点の状況を作り出すと、見事牧原がヒットを放ち2点を追加しました。ここで流れに乗ったソフトバンクはこの回4点を奪い、勝利を決定づけました。漫画の話のようにうまくいったこの作戦ですが、クライマックスシリーズでもファーストステージでホームラン2本と大暴れしていた内川に代打を出して成功させたり、早いイニングで惜しみなく先発ピッチャーを変えたりと、短期決戦において強気の采配をたびたび的中させています。野球界ではポストシーズンでもレギュラーシーズンと同じ戦いをするべきという固定観念があり、余計なことをすると監督の采配ミスだと批判される傾向があります。しかし工藤監督は後悔しないように決断したいと答えており、失敗を恐れず自らの高い経験値から固定観念に縛られない戦い方でチームを導いています。もともと強力なソフトバンク打線に工藤監督の手腕がさらに打線を奮起させていると言えるでしょう。この試合の采配がまさにその象徴です。これらの短期決戦の強気な采配に、クライマックスシリーズを戦った西武辻監督は、俺ならできないとコメントしていました。 WBC 王監督、代打福留。最後は世界のホームラン王、王貞治の日本中を熱狂させたあの采配です。2006年第1回 WBC 準決勝の宿敵韓国戦のことです。王監督を世界一にするべく立ち上がった日本代表でしたが、2次ラウンドでアメリカ、韓国に敗北し、準決勝進出は困難な状況でした。無駄足に終わる可能性が高かったのですが、一応準決勝の地に移動したところで、アメリカがメキシコに敗れるという強運でギリギリ準決勝進出を果たしたのでした。さらに相手国韓国とはこの大会3度目の対戦で過去2度は敗北。
イチローに屈辱とまで言わせた相手です。絶対に負けられない戦いでした。0対0で迎えた7回の攻撃、二塁にランナーを置いた先制のチャンスで王監督が代打に命じたのは福留でした。しかし福留は大会中調子が上がらず、19打数2安打と完全に不振に陥っていました。この負けたら終わり、日本中の期待を背負っている中でのこの起用にはさすがの王監督に対しても日本中が疑問を抱き、ネットも大荒れでした。こうした背景で迎えた打席では、実況松下アナウンサーも祈るように生き返れ福留と叫びました。しかしこの生き返れ発言の直後、福留のバットは143キロのストレートを捉え、なんとライトスタンドへのツーランホームランになり、本当に生き返ってしまいました。打者に不利な広い球場に加え、左打者泣かせの風が吹く場所で打ったのはさすがとしか言いようがないです。これが起爆剤となり、日本打線はこの回一挙5得点で勝利を決定づけました。試合後、王監督の起用への多くの疑問の声が称賛に変わったのは言うまでもありません。なお福留は初球見逃した瞬間に、あ、打てるかもって思っちゃったと話していて、完全にゾーン状態に入っていたことがわかります。もともと王監督は福留に大事なところで行くよと話していたらしいので、大事な局面で力を発揮する勝負強さを買っていた上での起用だったことがうかがえます。不調でも結果を出してくれると確信したこの起用はまさに神采配というにふさわしいでしょう。なおこの時の解説衣笠氏はこのホームラン直後、などと完全に言っており、その様子が当時2チャンネルで話題に。生き返るとともに今もネットで語り草となっています。監督の采配は野球が好きになればなるほど気になってしまう部分ですよね。謎采配には怒りたくなるし、的中すれば思わず感心してしまいます。ぜひあなたが神采配と思ったものがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルでは野球のテーマをバンバン投稿していきます。よろしければ高評価や低評価、チャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お楽しみに。